はい、皆さんこんばんは、mwebcom1 です。この髪型ね、ちょっと申し訳ありません。今日はですね、金魚屋さんというか魚ショップのね、買ったものを、あるものでね、やりたいので買ってきたものを紹介を、僕は、したいと思います。なぜならと言いますとですね、僕金魚を飼ってるんですよ。金魚を飼ってるので、ね、これは後でちょっとデビューしたいと紹介したいと思うんですけども、ですね、ちょっと汚すぎてですね、ちょっと紹介できるかどうか。はい、ね、金魚を飼っております。僕のうちの金魚です。はい、マックが起動しました。結構うるさかったですよね。まあ、こんな感じで、飼ってるわけなんですけども、ここら辺がね、ちょっと赤くなっ なっちゃってるのはこの影響かな。はい、こんな感じですね。ということで僕は金魚を飼っております。なので、この必要なもの、まず、フィルターが必要になるじゃないですか。で、バクテリア、まあ、これ、今ちょっと空なんですけど、これも買っていこうかなと思ったんですけど、ちょっと一気にはちょっとお金の関係上でちょっと買えなかったというわけなんですけども、ですね、皆さんに役立ってくればいいと思って、ね、まず金魚に必要なもの、それはですね、はい、必要なものは V しか映ってないんでな。はい、何が必要かと言いますとですね、まず軽き抜き、これ買ってきました。で、フィルターと、まあ、フィルターを買ってきました。この今日3点、ね、僕の地元っていうかちょっと遠いんですけども、これ3個買ってきました。これはテトラで出している、軽き抜きですね。はい、軽き抜きと、このフィルターを JX ね、ジャンって感じでね、やっちゃったんですけど、瀬戸さんみたいな動画になっちゃうんですよね。これを買ってきました。これはですね、どこにつけるかと言いますとですね、また、ね、ちょっと水草が結構ね、宙に浮いちゃってるんですよね。はい、ここです。これです。ここにつけるわけなんですけども、ちょっとね、音がうるさくてですね、外します。こんな感じで、つけるわけなんですけども、これは何ですかと言いますと、水をきれいにする装置ですね。はい。なので、ね、上から見てもこんな感じ。で、これね、これ、なんとかしたいんですけども、でも、餌の時間がもうやってきてるので、はい。今日はね、フィルターの紹介になります。はい。今日買ってきたものを、説明ですね。はい。なので、ね、ここにフィルターつけるやつと、軽き抜きですね。はい。っていう感じかな。という感じです。はい。ね、金魚って、まあ、これがね、結構気になるかと思うんですけど、そのうちと言いながら、つい、忘れてしまうんですけども、これは何かと言いますとですね、今ちょっと、つついてますけども、これはですね、納豆菌ブロックっていうのかな。
これをやっとくとかなり効果が出るらしいです。はい、僕が飼っているのは、デメキン2匹と、なんか和菌系なのかなっていう感じですね。はい、なのでね、こんな感じなんですよね。もうね、お腹空いてもう寄ってきてるんですけども、はい、ね、皆さんおそらく餌のあれを見たいかと思いますので、最後にそれをご覧いただいて、こんな感じでいいかな、こんな感じでいいか、こんな感じでいいか。はい、こういう餌とかあるんで、これをちょっと今日はこっちとこっち両方やりたいと思います。この蓋でね、呼びかけるんですよ。そしたらちゃんと来てですね、じゃああげたいと思います。はい、どうでしょうかね。はい、どうでしょうかね。ちゃんと来ますでしょうかね。結構ね、僕、うちの金魚の場合結構食うんですよね。こんな感じでいいのかな。はい、こんな感じでね、商品の説明、これとですね、これと、これはカルキ抜きですね。タメの指しか映ってない。これを買ってきたわけなんですけど、これはね、カルキ抜きです。はい、で最後にこれをご覧いただいて、終わりにしようかなって感じで思います。はい、ではね、こんな感じなんですよね。なので、結構でかいなって感じで思われる方いると思う。1年まだ経ってないんですよ、この金魚は。でもね、結構 大きいんですよね。一番大きいので、まあ商品説明および僕の金魚の飼ってるのを紹介ですね。商品説明とうちの金魚の紹介というテーマになります。はい、で一番でかいのは何かと言いますとですね、このクロちゃんなんですよ。はい、なのでね、ちょっと赤いすぎてあれかな。これ結構面白いですよね。結構ね、来るんですよ。はい、なのでね、皆さんもね、金魚飼ってみてはどうでしょうかね。僕もですね、まあ、ほとんど家にいないことが多いんですけども、まあ見ながら、まあね、こんな感じでした。ではね、この辺で失礼します。